やっぱりコーヒーってブラックに限るね。そうでしょう、うん、やっぱりねブラックっていうのはね何でもいいよね。 なんていうの、宝石でもブラックダイヤなんてすごい人気があるやんか、うんうん、ブラック企業とかね。あ、ブラック企業ね、うん、あもう手塚治虫さんのブラックジャックとかね、いまだにすごい人気がある。ブラックリストもあるしね。あ、ブラックリストね、うん、あのね僕にブラックカードって一回持ってみたいね。あすごいよね。ブラックマンデーとかもあるしね。あのね、あんたね、さっきからなんでそんな悪い方にあんた言うの？ブラックだってマスターは腹黒いからブラックしか思いつきません。それで、僕あのお腹に毛生えてんやんか。その腹黒いじゃない、ブラックデビルにもうなってしまえ。古いな。そろそろ白黒つけていいですか？マスターは黒です。お腹見たくない。だいぶ白髪になってきたんですね。まさかね、そっちの腹黒いだと思いませんでしたけど、でもなんかブラックってなんか捉え方によって違うんだなってなんか気づきました。そうですね、おーと思って。でもマスターのカフェ、マスター黒が好きな割には黒字にならないですね。本当だ、黒が似合わないね。ね。さて今日の滋賀経済ナウなんですが、ビズラボで取り上げるのはなんとブラック企業なんですって言っても、ただのブラック企業とはわけが違いますよ、はい、鉛筆の芯ですとか電池などに使われている黒鉛を加工そして製品化している、まあある意味正真正銘のブラック企業、黒鉛だけに黒ブラックブラック企業、ある意味おそういうブラック企業ね。はい、そうなんです。気になりますね。創業105年なんですよ。日本黒鉛工業株式会社を石塚里奈さんがリポートしてくれましたよ。そしてはい、ビズラボでご紹介するのは使途不明金なんですよね、うん、使い道が明らかでないお金、それは民間では税金がかかります、はい、なので税金を納めてください、はい、というお話をします。びっくりした、納めてるよ私、はい、ちゃんと適正に納めてます、はいはい、後ほど解説します。ちょっとチクッとしたではお知らせを挟みましてビズラボからお届けしましょう。黒鉛、正式名は石墨といい、石炭や炭、ダイヤモンドと同様の炭素の仲間です。黒鉛は鉛筆、電池、自動車のさまざまな部品のほか多くの工業製品に使用されていますが、その原料を私たち一般消費者が直接目にすることはほとんどありません。また天然黒鉛は原料となる鉱石をすべて輸入に頼っており、その国々はアジアやヨーロッパ、アフリカ諸国など6カ国に及びます。そんな黒鉛を加工し製品化しているのがこちらの会社です。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのがこちらの日本黒鉛工業株式会社です。近江八景瀬田の関所で有名なあの瀬田の唐橋近くにその拠点を構えておられます。さてそんな日本黒鉛ですが、どんな経緯で創業され現在に至るのでしょうか？きっかけっていうのはね、創業者がもともとそのちっちゃなこのるつぼの工場に勤めてたんですよ。でただそのね品質が悪くてね、そのるつぼっていうのは要するにまあ黒鉛の純度が悪い、不純物がたくさん含まれてる、そういうの黒鉛粉末使ってましたんでね、るつぼがすぐ割れるんです。これるつぼというのは溶けた金属の中にありますからね、非常にそれ割れたりするとねもう大変なことになりますね。そういうことがあってね、これやっぱり黒鉛の純度アップ精錬をやらないかということで、まあそれを研究し始めたっていうのが、それがまあきっかけですよね。1920年、日本黒鉛は神戸から
現在の石山工場に移転します。それはどのような理由からだったのでしょうか。黒煙の精霊にはやっぱり水を大量に使うわけですよ。ですからこの琵琶湖の水、まあ、琵琶湖の水を取ってきたわけはないですけど、使うわけはないですけど、まあ、地下水というのもやっぱり非常に豊富な土地ですのでね、そういう関係でこの、まあ、滋賀の方にやってきたと。まあ、やっぱりるつぼが最初です。でるつぼとそれからまあほとんど同時に、やり始めたのが鉛筆の芯です。で当時、まあ、日本の鉛筆っていうのはね、書き味が非常に悪い、ガリガリする。で中にまあ細かい、要するに砂みたいな粒が入ってて、もう書けようになるとかね、そういうあまり品質が良くなかった。でその時高級な鉛筆ってやっぱりドイツから輸入された鉛筆って、やっぱこういうのを作ろうということでね、まあるつぼとほぼ同時に鉛筆用の粉末っていうのを、作って販売し始めたというふうに聞いてますね。日本黒煙はその後も時代の変化に敏感に反応し、日本の基幹産業を見えないところで支え続ける、まさに黒子役として多くの重要な製品を世に送り出してきました。やっぱりその自動車に関連する製品が多いですよね。で自動車っていうのは、まあ前からやっぱり、ブレーキとかが、まあ、たくさんモーター使いますので、モーターのブラシとかから、まあ、離型剤、潤滑剤、鍛造、ダイキャストなど、そういうものにも使われてますのでね。で最近やっぱり言われてるのが EV ですね。ですから、まあ、これも動力としてリチウムイオン電池のバッテリー使いますから、それの関係というのも今まさにそれを力入れてやってるところですけれどもね。続いてご紹介するのが日本黒煙の瀬田工場です。黒煙を使って作られるさまざまな製品はどのような工程を経て作られているのでしょうか。まずは第二製造技術部。ここでは黒煙粉末を加工するところから見ることができます。まずはこちら、私の後ろご覧ください。大きなものがぐるぐると回っています。こちらはどのような工程なんでしょうか。塚本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この私たちの後ろで大きくぐるぐる回ってますけれども、はいはい、こちらはどんな工程なんですか。はい、こちらはですね、黒煙に含まれている不純物を取り除くため の作業になります。なるほど、はい、これすごく大きいですけど、はい、中にはどういうものが入っているんですか。水と黒煙と、洗剤と、で、まあ、ちょっとここに持ってますけども、こういう大きな石が大体ボールミルの半分ぐらい、これの半分ですか。はい、これがいっぱい入ってるんだ、はい、半分。そうです。でこれがゴロゴロ中一緒に回って、まあ、黒煙についてる泥、まあ、土を剥がし取るという形で、まあ、黒煙の純度を上げていくと、はい、いう作業になります。さまざまな機械で不純物が取り除かれた黒煙粉末は脱水、乾燥、粉砕などの工程を経て、ハイブリッド車や電気自動車を含めた多くの自動車のブレーキパッドなどに使用される材料として出来上がっていきます。第二製造技術部で加工された黒煙粉末は水や油などと混ぜることによって導電性塗料や潤滑離型剤と呼ばれる特殊な塗料として製品化されます。第一製造技術部で製造された特殊な塗料は第四製造技術部でさらに製品化されます。先ほどのワイルドな工場から埃一つ入ってはいけない工場へとやってきました、はい、ここからは直樹さん、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ここではもうそれぐらい繊細な
製品を作っているっていうことなんですか？そうですね、こちらでは電池用の終電箔というものを作っております。で、電池はですね、非常に小さな異物、特に電気を通すような金属異物、これが混入することによって、最悪の場合は発火事故、場合によってはスマートフォンが爆発したり、あるいは車が燃えたり、そういうことが起こり得るんで、我々としてはこういう環境で物を作ってます。なるほど、もう少しの異物でもダメなんですね。はい、こちらの方ではですね、我々が作った特殊な黒煙の粉、これを塗料化してですね、それをアルミ箔に押し付けてる、いわゆるハンコのような形でこれ塗ってるんですね。そうなんですか。はい、ちょっと色違いますよね、真ん中。そうですね、これは黒煙が塗られてる、ちょうどこの中央の部分に特殊な黒煙を混ぜた塗料を塗ってます。へー。黒煙の原料を加工することから始まり、塗料を製造し、それを精密な電池部品にまで取り入れるという、世界で唯一の黒煙製品一貫メーカー、日本黒煙。そんな会社が滋賀に存在していたことがなかなかの驚きですが、さらに驚かされたのがこちらです。さて皆さん、日本黒煙は実はこのような広告を出しているんです。じゃじゃん。ある意味ブラック企業。この時代にブラック企業、もう衝撃です。まあでもインパクトはありますよね。この広告を発案されたのが総務部の小倉さんということで、ちょっとお話聞いてみましょうか。小倉さん、ちょっとブラック企業ってよくこんな広告考えましたね。総務部の方たちと考えている中で、その辺にある看板とは違う目立つ看板を考えようと思いまして、ネガティブなイメージになりそうなキャッチフレーズなんですけど、逆手を取ってある意味という言葉をつけることによって、興味を引いて、で日本黒煙の最大のイメージの黒を強調して、インパクト重視の看板にしました。ある意味をつけることによって、何なんだ、どんな会社なんだろうって疑問を持ってもらうということですよね。はい、これどういう時に思いつかれたんですか？家で。あ、うん、はい、お家で、はい、はブラック企業いいやんみたいな、はい、いやでもこの広告を OK 出された社長もすごいなと思うんですけれども、社長はこの広告は初めて聞いた時いかがでしたか？いや、ええやないかと思いますね。でパッとやっぱり一番先に目に行きますもん。で真っ黒けでしょ。いろんな看板あるけど、真っ黒けの看板ってあんまり見たことないよ。確かに。看板といったらね、カラフルでなんかすごい素敵な景色とか、そういうイメージありますよね。真っ黒けで目に行って、でブラック企業、なんやねんって。で、この社名を覚えて、日本黒煙工業っていうのを覚えていただくと。じゃあもう即決でしたか？ほぼ即決ですね。もう本社全員賛成でしたよ。大賛成。そうだったんですね。ほんまに。日本黒煙には社員のアイデアや意見を積極的に受け入れ、経営に生かす独特の社風があり、それが若手社員に活力を与えています。私はまだ一人で開発を行っているわけではないのですが、自分の評価データが開発の役に立つことがとても嬉しく感じます。今まで一人でできなかった作業がだんだん自分一人でできるようになっていた時の達成感を得た時にやりがいを感じます。コツコツやっていく作業が自分は好きなので。黒煙っていうのは見えないところで、生活の幅広いところで役に立っているもので、今後ももっと需要があるところは他にもあると思うので、そういう新しい業界っていうのを今後探していきたいなというふうに思ってます。非常に、結構やっぱりしんどいし、
辛い仕事であるかもしれんけれども、それがね成功して売り上げになったっていうこと、その時の喜びというか満足感というのは、これはやっぱりやったもんやないとわからないと思いますね。非常にやりがいのある仕事だと思いますよ。いや、あれは私が開発してあれが使われてるやとかね、そういう喜びっていうのもありますね。そういうのをねやっぱり感じてほしいなというふうに思いますね。まあ、そういう国営に興味がある、まあ、若い就活している学生さんは、まあ、ぜひ、ね、日本国営の門を叩いてほしいというふうに思います。うん、ある意味ブラック企業、まあ、ワンちゃん出てますけど、ある意味オンリーワンな会社じゃないですか。うん、ワンだけにね、はい、いやすごい、これもう一回も見たら忘れないですね。うん、インパクト強いですね。うん、やっぱりねこう逆手に取るって話でしたけど、うん、はいはい、そのね、逆手に取るアイデアを認めてくれる社風だってことなんですよ。だからやっぱりねいい企業なんですよ。うん、ええやないかってすごいですよね、全員が思えるって本当いい企業、ね、うん、やってみなさいってい こう気風からチャンスっていうのが生まれるんじゃないかな、そんないい例だと思います。以上ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの及久保さんに分かりやすく教えてもらいますよ。さて今回は、はい、今回のテーマはこちらになります。はい、使途不明金なんですね。うん、今年に入ってから世間をお騒がせしている使途不明金なんですが、はい、ただその使途不明金のですね原因を追及しましょうという趣旨内容ではないです。まあ、かなりのお騒がせでしたから、うん、この使途不明金とは一体何だろうということを改めて確認しましょうねっていうことですか。はい、やっぱり私たちもこの使途不明金って何だってことを知っておくことが、はい、まあ、今大事なんだろうなと思ったんですよね。はい、はい、その使途不明金なんですけれども、読んで字のごとくなんですが、うん、何に使ったのかが明らかでないお金のことを指すんですね。はい、例えばA さんに講演の謝礼として10万円をお支払いしましたとなると、まず支払い相手ですよね、これ A さんになりますよね。はい、そして支払い金額はというと10万円ですよね。そして大事なのは使い道、何に使ったのかっていうのが講演の謝礼なわけですから、それらが全部含まれている領収書っていうのがあるはずなんです。はい、ところが A さんに10万円お支払いしましただけだと何に使ったのか分かんないですね。本当ですね。はい、まあ、A さんに払ったんですねぐらいのことしか分からない。はい、このですね、何に使ったのか分からない、まあ、あるいは誰に払ったのかも分からなければそれも含まれるんですが、アウトですね、そういったのを、はい、含めて使途不明金と言われるんです。はい、で使途不明金というのは会社の場合ですね、これ法人というんですけれども、はい、まあ、いかにその経費として入れたとしてもそれは経費として認められませんってことなので、うん、会社の税金なので法人税というんですけれども、法人税がかかってきます。あ、そうですよね。まあ、使い道が分からなかったらグレーですよね。はい、うん、まあ、使途不明金とよく似たものに使途秘匿金というものがあるんですね。うん、使途秘匿金とは一体何でしょうか。はい、これは使ったことを故意に隠していたわねって判断されるお金、秘密にしていましたねって判断されるお金のことを使途秘匿金って言うんです。うん、で、使途だけじゃなくって支出額ですとか支出先まで不明瞭なお金だと、まあ、公にできませんよね、これ後ろめたいお金じゃないんですかって、うん、そうですよね、言われちゃいかねないですよね。うん、ということで、まあ、その分は経費としては当然先ほどおっしゃいましたが認められません。さらにここから怖いですよ、国税庁から重加算税という法人税の上乗せなど、これ大きいんですよね、追徴課税がありまして、会社は非常に損をすることになります。うん、やっぱり大事なのって、はい、不公平なんですよね、国民から見ると。うん、ですからやっぱり何に使っているかわからない。はい、それはやっぱり国税からしたら、うん、それを会社側が立証できないんだったら、はい、それは経費として認められませんねっ
ってことと、あの後ろめたいってあのおっしゃいましたけれども、はい、これやっぱり積極的に嘘をつくとか、うん、悪質だとやっぱりあの重加算までいきますから、うん、あの怖いんですけど、まあ、自業自得な面もあるんですよね。そうですね、うん、悪いのは隠した方ですね、はいはい、でこの使途秘匿金ではなくてですね、はい、先ほど使途不明金ってあの私言いましたけれども、はい、使途不明金ですとか、うん、使途秘匿金でよくあの話題になるのがですね、交際費とか接待費なんですね、会社の場合は。確かに、うん、はい、でこちらはですね、あの会社として交際費接待費を使うっていうのは、はい、やっぱりあの営業活動って重要なんですが、はい、あのいたずらに全部を認めるわけにはいかないから、うん、上限金額っていうのがあるんですね。そりゃそうでしょ、うん、でその上限金額っていうのは、あの日本の場合はですね、資本金でくくられていまして、はあ、資本金1億円以下なのか、うん、1億円を超えるのかによってですね、その上限金額の考え方がまず違うんですよ、うん、でまずですね、この資本金が1億円以下の場合は、うん、年間でですね800万円以下の場合か、うん、飲食費の半分 50% のどっちか少ない金額までは経費としてあの認められます。ただそれを超えちゃいますと、うん、これ経費としてあの認められないので、うん、法人税があのかかってくるってことなんですね、うん、なので認められる範囲に関しては、うん、これ税法上の世界で損金というんですけれども、はい、損金参入というのが認められている、まあ、つまりは法人から出ていったお金に対して経費性がの認められるので、はい、所得が少なくなって、うん、あの納める税金も少なくていいですよっていうふうになってるんですね、うん、はい、ただじゃあ上限金額の範囲内だったら、うん、いくらでも使っていいのかと、そう甘くはないでしょ、はい、いうことでもなくて、はい、また証拠っていうのもいるんですね。証拠、それが大事なんです、あの使途不明金の絡みで大事なんですけれども、はい、いつ誰とどこで何のために使ったか、当然出してる企業は分かって当然なんですよ、はい、だそれが分かんないんだったら、うん、とりあえず経費じゃないですよねと、これ交際費と言えませんねってことで、うん、これが使途不明金なんですね、はい、なのでこれは経費としては認められないってことになります、はい、でちなみにこれ交際費の、うん、あとはあの別枠でですね、はい、今、2024年4月1日以降の支出であれば、うん、1人当たり1万円以下の飲食費であれば、うん、これはですね交際費の上限金額に関係なく、はい、どの企業でも経費としては認められるようになりました。なるほど、はい、人間の記憶ってまあ曖昧なものでありますから、はい、やっぱ使ったらメモしておくっていうことがね、うん、非常に大切じゃないかなと思うんですが、必要事項を記載した領収書をきちんと管理しておく、これは基本なんですけれども、まあ、原本のままではあれどこ行ったっけってなくしてしまうこともありますから、スキャナー保存また電子化してデータとして保管しておくっていうのも一つの方法じゃないですかね。はい、そうなんですよね。あのそういったの大事な点がたくさんありますけれども、はい、あの使途不明金自体はですね、うん、あの実はね違法ではないんです、うん、ただ、うん、やっぱりちゃんとですねしてるのってあの見られますから、はい、適正な処理がされなかったら当たりますけど税金かかるんですよね、うん、逆に言うと、うん、ちゃんとしていれば適正な処理をしていれば税金はのかからない、ですから正直にいればですね済む話なので、あの使途不明金が使途秘匿金になり、そして重加算税が課されないような態度っていうのを日頃からしとくことが大事ですし、やっぱりここでもね税の世界って誠実なんですよ。誠実であるかどうかっていうのはこれ民間に限らず誰でもですね大事なことなんです。これ国でもそうですよ。誠実であるっていうことにあの国民たちの信頼を寄せるわけですから、そういうふうになくちゃいけませんね、うん、そうですね、まあ、何事も適正に頑張りましょう、はい、きちんとしましょう。以上ビズログでした。さて今回は日本国営工業株式会社の広告、ある意味ブラック企業というのにはびっくりしました。インパクトありますね。ということで今日は皆さんの最近とっても驚いたっていうことを聞いてみます。まずは及川さんから。僕からですか。はい、あのね、あの出身地が同じ方がいたんですよ偶然、仕事で、そしたらこうどこ省ですかって聞かれるじゃないですか、言うじゃないですか一緒、で中学校言うじゃないですか一緒なんですよ、ほんで小学校の校歌一緒に歌いました。本当久しぶり、と思って、あるんですねそんなの。びっくり、それいいびっくりですね、本当に驚いた久しぶりに。のぞみちゃんはどうですか。なんだろうな、私が滋賀経済なのに出演させていただいてからも6年が丸6年が経ったんですけど、今でも噛んじゃうのがそれがびっくり。その切り返しにびっくり。今この瞬間一番驚きました。このシーン撮るのに4回6回ぐらい言わんかったらわからない。いや、私がびっくりしたことは、
金が最近高騰しているので、銀のアクセサリーを売りに行ったんですよ。はい、そしたら、あまりの安さにびっくりした。銀って今安いんですって。そうなんですか。金と違って。がっかり。まあそれ置いといて。はい、では、最後にマスター、はい、お願いします。はい、黒煙とかけまして、はい、言葉の方言と解きます。その心は、はい、決して鉛ではございません。そういうことか。そういうことか。まあ、はい、毎回素晴らしいです。ありがとうございます。驚いております。びっくり。お前さん素人じゃないね。いや、素人だね。あ、上手ですね。ありがとうございます。でまだ使わせていただきます。このやり取りもびっくりでは、滋賀経済だ。次回もどうぞお楽しみに。